休形前に引き続き会議を開きますこの際お諮りいたしますお手元に配布いたしましたとおり本日の日程に議事日程第1号の1を追加いたしたいと思いますこれにご異議ございませんかご異議ないと認めますよって議事日程第1号の1を本日の日程に追加することに決定いたしました 日程6第74号議案長崎市税条例の一部を改正する条例から日程8第73号議案令和2年度長崎市一般会計補正予算第5号まで以上3件を一括議題といたしますまず第74号議案について総務委員長の審査報告を求めます 7番中里康安議員。えただいまあ議題となりました第。 74号議案、長崎市税条例の一部を改正する条例につきまして、総務委員会における審査の経過、並びに結果についてご報告申し上げます。今回の改正は、地方税法の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置が及ぼす 影響の緩和を図るための徴収猶予の特例が設けられたことに伴い、関係条文の整理をしようとするものであります。委員会におきましては、本年3月27日から、市が先行して実施している徴収猶予に関して、相談件数に対して申請件数が少なかったことから、 今後、必要書類の簡略化など相談者に寄り添った対応を行う考え新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済の停滞が長期化した場合に徴収猶予に加えて減免措置を行う考えの有無について正すなど内容検討の結果、意義なく 原案を可決すべきものと決定した次第であります以上で総務委員会における審査報告を終わります 次に第75号議案について教育厚生委員長の審査報告を求めます4番山崎武史議員ただいま議題となりました 第75号議案、長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例につきまして、教育構成委員会における審査の経過、並びに結果についてご報告申し上げます。今回の改正は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置が、納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、一律の保育所の保育料等にかかる納入を猶予し、 円納及び分納がでできるるよよううにしようとすすものであります委員会におきましては、猶予ではなく、減免を実施する考え、制度の周知方法や、猶予の要件である事業等にかかる収入が20%以上減少したことの証明方法について正すなど、内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。 以上で教育構成委員会における審,議審査報告を終わります次に第73号議案についてまず総務委員長の審査報告を求めます7番、中里康徳議員 ただいま議題となりました第73号議案令和2年度長崎市一般会計補正予算第5号におきまして総務委員会所管部分における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げますまず歳出において新型コロナウイルス感染症対策等に迅速に対応するための 予備費が計上されております委員会におきましては、新聞広告、新聞等広告などにおける市民に対する正確な周知広報周知の在り方、予備費に対する国からの新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金の裏付けの有無について正すなど、 内容を検討した次第であります次に歳入につきましては内容を検討した次第でありますさらに総括的な問題として新型コロナウイルス感染症に係る経済対策の生活支援として既に予算化している特別定額給付金について迅速に給付するための 市の考ええ方について正すすなど検討を加えた次第であります以上、審査経過の概要を申し上げましたが、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で、総務委員会における審査報告を終わります。 次に教育厚生委員長の審査報告を求めます。四番山崎武史議員。ただいま議題となっております。第七十三号議案。令和二年度長崎市。 一般会計補正予算第5号につきまして、教育構成委員会所管部分における審査の結果、経過、並びに結果について、以下、特に質疑、意見が集中した点をご報告申し上げます。まず民生費において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校が一斉臨時休校となったことに伴う、 放課後等デイサービスの利用増加分に対し給付を行うための障害児通所給付費が計上されております。委員会におきましては、今回は3月の臨時休校に対する対応であるが、非常事態宣言が発令された4月以降の臨時休校に対する今後の対応の考え方について正すなど、内容を検討した次第であります。次にに同じく民生費において 障害福祉サービス等事業所における障害児の新型コロナウイルス予防、感染予防に必要な小型マスクや消毒薬を一括購入するための衛生用品等緊急調達費が計上されております。委員会におきましては、緊急性を求められるマスクや消毒液の配布時期、優先発注によるマスクの調達を予定している事業所等の 調,調整状況について正すなど、内容を検討した次第であります。次に、同じく民生費において、病児・病後児保育施設において、マスクや消毒液等の購入を行うことや、民間保育所等に対し、その購入に要する費用の経費の一部を補助するための、民間保育所等新型コロナウイルス感染症 対策費が計上されております委員会におきましては、各施設のマイクや体温計の必要数の把握状況、国を通じた優先発注の制度の有無、民間保育所等に対する補助金の補助率について正すなど、内容を検討した次第であります。以上、審査経過の概要を申し上げましたが、 異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で教育委員会に、教育構成委員会における。審査報告を終わります。次に環境経済委員長の審査報告を求めます。十三番福沢。 福田はテルミツ議員。ただいま議題となっております第73号議案令和2年度。 長崎市一般会計補正予算第5号につきまして、環境経済委員会所管部分における審査の経過並びに結果について、以下、特に質疑、意見が集中した点をご報告申し上げます。商工費において、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営が悪化している市内事業者のうち、国の持続化給付金の申請要件を満たさない事業者に対し、 事事業業のの継続続を支支援援すす。るための事業持続化支援金が計上されております委員会におきましては個人事業者が約46%を占める中で第1弾での小売り飲食店に対する持続,持続化支援金の支給限度額が30万円となっているにもかかわらず今回支給限度額が15万円と法人事業者の半分となっている理由について正したのであります。 この点、理事者から、今回の持続化支援金については、国の持続化給付金の対象とならなかった事業者の方を長崎市が保管する形で実施しようとするものである、支給限度額の考え方は、国の給付額の考え方と同様、個人事業者は法人事業者の2分の1に設定した。なお、第1弾の対象業種を除くすべての業種を対象としたことから、 本市の限られた財源の中で法人事業者の支給限度額を30万円個人事業者の支給限度額を15万円としたものである今後国の動き等も注視しながら次の段階で市としてどのような対策を打つべきか町内全体で検討していきたいとの答弁があっておりますそのほか長崎市内に本社主たる事業所がある旅行代理店に対する支援の在り方市の施策により 事業の実施を中止したイベント会社や文化芸術団体に対して第一弾の経済対策に合わせて支援を行わなかった理由今後の施策において第一弾と同様に50%以上売上が減少した事業者を対象事業者に加える考えの有無事業者に対して国県市の制度内容を分かりやすく一覧表にして迅速に情報を周知する考えの有無申請要件として 市税を滞納していないことがあるにもかかわらず、委員会で説明しなかった理由について正すなど、内容検討の結果、異議なく言を可決すべきものと決定した次第であります。以上で、環境経済委員会における審査報告を終わります。 暫時休憩いたします15時10分から3時10分から本会議を再開いたします休憩前に引き続き会議を開きますこれより第74号議案 長長崎市、J、条条例例の一部を改正すするるにについて総務委員長報告に対する質疑討論を行います質疑討論を終結し、ただいま議題となっております、第74号議案について採決いたします。本案に対する総務委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告ど決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。 よって第74号議案は原案の通り可決されました次に第75号議案長崎市立保育所条例等の一部を改正する条例について教育公正委員長報告に対する質疑討論を行います質疑討論を終結しただいま議題となっております第75号議案について採決いたします 法案に対する教育・公正委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって第75号議案は原案のとおり可決されました。次に第73号議案、令和2年度長崎市一般会計補正予算第5号について、各委員長報告に対する質疑討論を行います。 質疑、討論を終結し、ただいま議題となっております、第73号議案について採決いたします。法案に対する各委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告どおり、決することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、第73号議案は原案のとおり可決されました。この際お諮りいたします。 日程9第6号報告から日程18第15号報告までの実験につきましては委員会付託を省略することにご意議ありませんかご意議ないと認めますよって以上実験につきましては委員長付託を省略することに決定いたしました日程9第6号報告専決処分についてから 日程十六。第十三号報告。専決処分についてまで、以上八件を一括議題といたします。理事者の説明を求めます。企画財政部長。第六号報告及び第七号報告。専決処分についてご説明いたします。この報告は一般会計補正予算に係る専決処分の報告でございまして。 第6号報告につきましては令和2年4月17日、第7号報告につきましては令和2年5月1日をもって予算を補正する必要が生じましたが特に緊急を要したため地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので同条第3項の規定により報告,し報告し承認を求めようとするものでございます。 令和2年度長崎市一般会計補正予算第3号の内容につきましては、報告書の理由欄に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大による本市経済への影響に鑑み、独自の緊急経済対策にかかる予算の補正,補正でございまして、歳入歳出それぞれ15億4720万5000円の増額補正を、令和2年度長崎市一般会計補正予算第4号の内容につきましては、 同じく理由欄に記載のとおり、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特別定額給付金給付事業費、および子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費にかかる予算の補正でございまして、歳入歳出それぞれ422億336万4万四千円の増額補正を行ったものでございます。以上でございます。理財部長 第8号報告決処分についいてご説明いたします。これは地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴いまして長崎市税条例および長崎市都市計画税条例の一部を改正する必要が生じましたが課税の事務処理上特に緊急を要したため地方自治法第179条第1項の規定により選挙処分いたしましたので同条第3項の規定により報告し承認を求めようとするものでございます。 改正内容といたしましては個人の市民税に係る扶養親族など申告書から単身児童扶養書の項目が削除されたことなどに伴いまして関係条文の整備を行ったものでございます以上でございます市民健康部長第9号報告専決処分についてご説明いたしますこれは地方税法施行令の一部を改正する政令が 本年3月31日に交付されたことに伴い長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたが特に緊急を要したため地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので同条第3項の規定により報告し承認を求めようとするものでございます改正内容といたしましては国民健康保険税の基礎課税額等にかかる課税限度額 及び国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準が引き上げられたことに伴いまして関係条文の整備を行ったものでございます次に第十三号報告専決処分についてご説明いたしますこれは新型コロ,コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険非保険者に対する傷病手当金を支給することに伴い長崎市国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じましたが 特に緊急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分いたしましたので、道条第3項の規定により報告し、承認を求めようとするものでございます。改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金に関する特例についての関係条文の整備を行ったものでございます。以上でございます。子ども部長 第15報告決処分についいてご説明いたしますこれは、特定教育保育施設および特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する不例が本年4月1日に交付されたことに伴い長崎市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じましたが 特に緊急を要したため、地方自法第179条第1項の規定により、選挙処分いたしましたので、同条第3項の規定により、報告し、承認を求めようとするものでございます。改正内容といたしましては、特定地域型保育事業の連携施設の確保にかかる要件が緩和されたことに伴いまして、関係条文の整備を行ったものでございます。次に、 第11号報告専決処分についいてご説明いたしますこれは家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準の一部を改正する省令が本年3月26日に交付されたことに伴い長崎市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要が生じましたが特に緊急を要したため 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので同条第3項の規定により報告し承認を求めようとするものでございます改正内容といたしましては家庭的保育事業等の連携施設の確保にかかる要件が緩和されたことおよび居宅訪問型保育事業の実施にかかる要件が明確化されたことに伴いまして関係上部の整備を行ったものでございます以上でございます 福祉部長第12号報告、専決処分についてご説明いたします。これは介護保険法施行令の一部を改正する政令が本年3月30日に公布されたことに伴い、長崎市介護保険条例の一部を改正する必要が生じましたが、特に緊急を要したため、地方自治法第179条第1項の規定により、 専決処分いたしましたので同条第3項の規定により報告し承認を求めようとするものでございます改正内容といたしましては所得の低い第1号被保険者の介護保険料について減額負荷をする場合に減じる割合が定められたことに伴いまして関係条文の整備を行ったものでございます以上でございますこれより質疑・討論を行います 十六番中西厚信議員。ただいま議題となりました第九号報告について日本共産党市議団を代表し反対の立場から意見を申し上げます。本報告の専決処分は地方税法の一部が改正されたことに伴うもので、国民健康保険税の課税限度額が上がり、五百七十六世帯約一千四百六十。 万円の負担増になりますその一方で、減額の対象となる所得の基準が上がり、5割と2割の軽減対象者が増え、軽減対象者が増え、5割軽減、2割軽減の世帯合わせて326世帯、総額約580万円の減額となることは評価いたします。 しかしながら、全体で見ると、約900万円程度、負担が増えており、これ以上の市民の負担増につながることについては認めることができません。以上、討論といたします質疑、討論を終結し、採決いいたしますますず第9号報告決処分について採決いたします。 本報告を承認することに3社への議員の規律を求めます。規律多数であります。よって第9号報告については承認することに決定されました。次に第6号報告から第8号報告まで、および第10号報告から第13号報告まで、 以上7件について一括して採決いたします。以上7件を承認することにご意議ありませんかご意議ないと認めます。よって、第6号報告ないし、第8号報告、および第10号報告ないし、第13号報告、以上7件については承認することに決定されました。次に日程17、第14号報告。 専決処分の報告についてを議題といたします。本件につきましては、地方自治法。第百十七条の規定により。除席の必要がありますので、十四番議員の退場を求めます。事務局の報告を求めます。議事総務課長。 第14号報告、専決処分の報告についてご説明いたします。これは法律上、市の義務に属する損害賠償の額の決定および和解につきまして、市長の専決処分事項の指定に基づき、専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。その内容は、公務中における自動車事故に係るものであり、別地記載のとおり賠償し、和解したものでございます。以上でございます。 ただいまの報告について質疑はありませんか質疑を終結いたします本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますのでただいまの報告によってご了承をお願いいたします14番議員の入場を求めます 次に日程18、第15号報告、専決処分の報告についてを議題といたします。理事者の報告を求めます。<上>理財部長。第15号報告、専決処分の報告についてご説明いたします。これは、工事の請け負契約の契約金額の変更につきまして、市長の専決処分事項の指定に基づき、専決処分したもので、地方自治法第108条第2項の規定により報告するものでございます。 その内容は、まず、指導えびら浜平線トンネル新設工事の受け入れ契約につきまして、当初の想定より地山に亀裂などが多く、地山の共同を確保するため、薬剤の注入量を増加したことなどにより、別紙記載のとおり契約金額を変更したものでございます。次に、重要文化財、旧グラバー住宅保存修理工事の受け入れ契約につきまして、内部解体後に電気配線の老朽化が判明し、絶縁不良による火災発生の恐れがあるため、 電灯設備等の撤去、新設を行う必要が生じたことなどにより、別式記載のとおり、契約金額を変更したものでございます。次に、長崎市防災行政無線デジタル化整備工事の契約につきまして、屋外覚醒顧局において、劣化が激しい配管配線が複数判明したため、開始を行う必要が生じたことなどにより、別式記載のとおり、契約金額を変更したものでございます。 次に、仮称、長崎恐竜博物館建設主体工事の請負契約につきまして、労務単価が上昇したことにより、別式記載のとおり契約金額を変更したものでございます。次に、いらばえ小学校改築主体工事、括弧2の請負契約につきまして、掘削の結果、地盤体力調査が1箇所不要となったことなどにより、別式記載のとおり契約金額を変更したものでございます。最後に、長崎市新庁舎建設建築工事の請負契約につきまして、 当初想定していなかったコンクリートなどの地中埋設物が発見されたため、撤去処分を行う必要が生じたことにより、別紙記載の通り契約金額を変更したものでございます。以上でございます。ただいまの報告について、質疑はありませんか。質疑を終結いたします。本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、ただいまの報告によってご了承をお願いいたします。 次に日程19定期監査行政監査および例月水悼検査に3月分結果報告についてはお手元に配布しております報告書のとおりであります本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので同報告書によってご了承をお願いいたします次に日程20包括外部監査 結果報報告告にについてては、既に配布されております報告書の通りでありまますす。書のであ本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので同報告書によってご了承をお願いいたしますこの際お諮りします今臨時会における議決事件についてその条項、軸、数字その他の整理を要するものにつきましては 会議規則第41条の規定によりその整理を議長に委任されたいと思いますこれにご異議ありませんかご異議ないと認めますよってこれらの整理を要するものにつきましては議長に委任することに決定いたしましたこれをもって会議に付された事件はすべて議論いたしましたので令和2年第2回長崎市議会臨時会を閉会いたします ご苦労様でした。